はい、DJI ロニー S デモ機が入荷しました。そしたら中身の方を早速見ていきたいと思います。よいしょ、よいしょ、ジンバル本体ですね。ジンバル本体、グリップですね、三脚、カメラプレートですね、取り付けプレート、プラグ部分で、残りのアクセサリーですね。これに入った中身がこちらになってて、でこのネジはこのレンズが大きい時に乗せるサポートのパーツのネジと、じゃ六角、あとレンズサポートのマウントのネジですね。あとはフォーカス動かす時に使うケーブルですね。カメラとつなぐケーブルとこのチャージャーですね。でタイプ C の USB ケーブルになってます。じゃあロニー S 組み立てていきます。まずグリップがネジ穴で三脚とつきます。グリップとジンバル部分をつなぎます。で横はロック締めます。矢印ついてる方が前ですね。カメラプレート乗せてロックを締める。これで完成になります、ハンドル部分の電源から入れます。おなじみの二通しで電源が入ります。ジンバル部分に電源がついているので長押し。音が鳴るとジンバルとして機能します。オスモ同様トリガーがついていますので、2回押しで正面。それでは実際にカメラを乗せてみましょう。カメラを乗せていきたいと思います。おそらくこれをダイレクトにつけるとレンズが当たってしまうぐらいの距離なので、これでかさ上げするんだと思いますね。つけていきましょう。ここがロールになってますね。なんでリング上でもこれレンズサポートが効きます。はい、じゃあ三脚です。4分の1インチの穴と8分の3インチの穴切ってあります。こんな風にですね、45度、傾けてどこでも止まってられるようなバランスがベストです。はい、じゃあ電源を入れてみたいと思います。ロニー S の電源部分はこのグリップの下に1箇所、これがメイン電源ですね。ここに
も電源があります。ここも1はい、起動しました、はい、この M と書いたボタンをタップするとモードが変わっていきます。はい、それで、今日はソニー載せてるので、このケーブルここに挿します。そしてカメラの受光部がここにあるので、この先がこの辺りになる。回るかテストしましょう。分かりました。このトリガーを押しながら振るとチルトロックのものですね。このチルトの角度がロックされる。離すとゆっくりついてる。まだ設定はかなり必要ですね、これは、はい。ここ2回押してホームに戻ります。はい、リモート系の機能をちょっと紹介していきたいと思います。このキャプチャーというボタンを押すと、こういうふうにジョイスティックというかジョイスティックの絵が現れて、これをいじるとこういう風に モードコントロールすることができます。ちょっとこれ回してください。こんな感じでコントロールできます。ロールもコントロールすることができます。このトラックというのは面白いモーションを、設定することができます。回ってると動かない。回ってると動かない。まずこの1番はこの1、次のポジションを、この2カメさんポイント、追加できます。3番目を、1カメさんで、最後に DJI ロボットで、これで再生ボタンを押してみましょう。普通なスピードで全部行っちゃいますね。ここからここ2番まで行くのを、3秒にしましょう。そして、2番からこっちのカメラさんに行くのに、また3秒かかるようにしましょう。そして元に戻るのに、これは1秒でシュッと戻るようにしましょう。切っていきます。何秒指定するかも設定できます。それぞれ1秒ぐらいにしてみましょう。もうすぐ発売される、DJI のRONIN S の紹介でした。